意外と知ってんだろ？おいちゃんトラック野郎だったから。無線もな、トラック系は、またやりましょうよ、うなちゃん。なんで俺、ここに固定曲作んの？やだよ。だって俺、アンカバーだから通報されてすぐでんでん来るぜ。ああ。ダメだって。嫌だよ、そんなの。アンテナ立てんの？ベランダから？ダメダメダメ。免許なんか取らねえよ。だって いらねえもんだってもう無線。もう、だってグルム、ここでやってることがもうほぼ無線みたいなもんだろ？ラジオやってりゃよ。わーっつって。まあ、ラジオには、あの、無線の良さはあるけどな。ああ。それはわかるっちゃわかるけど、それは移動してるから、楽しさがあるんだよ。固定は、うん。まあ、固定も固定の良さがあるのかな。俺のおじさんさ、家でさ、CB 無線、アンテナ立てて、2キロぐらいかけてたのかな、多分。電子レンジは勝手に回るよって言ってたから。で、バカだから、テレビ消すの忘れて、ガチャコン握ったら、テレビが爆発したって。アホだろ。ああ。アホだね。テレビ爆発したって、ブラウン管がな。電子レンジは買ってピービ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 ーって回り始める。だって言ってたで、信号は変えれるよって。あとコンビニの自動ドアも開けれるって、ガチャンって打てば勝手に開くで、あれって見ててみっつって、おーほんと開いてるわって、信号これ変えてやろうかっつって、バーンってガチャガーンってガシャーンってやったら信号変わっちゃうんだもん。ああ、着くよ。ああ。もう、1キロぐらいから着くんじゃねえか？もう2キロとか言うと、もうアンテナから、青い炎が出るからね。フルでかけてたら。うん。ボワって。青い光が。うん。火が出るからな。まあ俺のおじさんがやってたのは7番だったから、まあさほどちょっと、おとなしい系のチャンネルだったから。4ちゃんが CB はな。うるせえな。
いや、俺はおじさんがやってたから無線にちょっと、無線やろうかなと思って。リグはいっぱいあったから、リグってあの無線機のことな。余ってのあったから、もらって。あとは、空中戦は、空中戦イコール、アンテナのことね。そんなもんは、そこら辺で、安く売ってっから。んな CQ とかやってたよ。で、俺、知り合いになってた人に、もう、よだれ出して、もうそれさ、パワーかけすぎて頭おかしくなってんだよ。電子レンジ回ってるような、ダメだね、あれ。病気になるから。かけすぎると。マジで。キーってまず耳鳴りするから。ああ、モリマ、おかえり。おいよ、潜っとき。まあまあ、無線の話はね、もうでも今時なんだ、無線じゃねえだろ。だってもう携帯電話がこれだけ普及して、カラスこんばんは、おかえり。携帯がな、普及して、あ、グロム行ってらっしゃい、仕事。グロムありがとう、バード、決まった。あらーす、気をつけて。いってらっしゃい。昔無線にどんなロマンがあったのか知りたい。ロマンか。そうそう、配信もな、スマホがあればできるし、誰かとコミュニケーション取れるし、LINE もグループでできるじゃん。だからもう、なんだろうな、無線の需要は昔に比べたら減ってんじゃねえかな。まあ、良さもあるんだろうけどな。相も変わらず無線が好きっていう人もいるだろうけど。あと昔流行ったな、無線で、あの、家庭の携帯電話盗聴とかな。へっ。なあ。呼気の電波を拾うんだよ。そこの周波数に合わせると。全部筒抜け。トラック野郎は爪で360度配信とかしてるし。ああ、それ見たことねえな。まあね、おいちゃんのトラックは、もう売っ払っちゃったから、ないけどね、全部。でも、とりあえずは、結構洒落たトラックにしてたのよ。
煙突マフラーでキャブバックして、ネタ増し15センチでリーフ増しして、ビリ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 って感じで公認取ったからね。だから88だったけどね。長距離だったんだ。あ、中距離。都内からの仙台便が、だいたいいつも入ってたけど、うん。松の木を運んだのは、いや、ウイングで運んだよ。あれは、茨城から、名古屋の牡蠣、牡蠣ってわかる？青果っていうか、花を扱う市場っていうのは牡蠣って言うんだよ。マフラー改造もちろん、うん。マニュアルしてたよ。違うんだよ、カラスよ。ご祝儀相場なんだよ。松の木なんで運ぶかって言ったら、あれ、松飾りに使うから、正月前に、12月とか11月に、大量に運ぶの。それを松飾りに使うの。クリスマスじゃない。で、それを生産者から、積むと結構いい金なんだよ。ご祝儀相場だから。うん。で、その生産者の農家からも祝儀袋もらえるしな。そう。それでもう俺、翌年はもう絶対やらねえと思った。クソ野郎って。うん。絶対やらねえと思った。松屋にベッドベッドだよ。なるほど。だからみんなやんねえんだと思った。ああ。3日トラック動かせなかったもん。ってことはだよ。ってことは、俺、これ儲かってねえんじゃねえみたいな。なあ。これは、儲かんねえな。絶対もうやんねえって思った。稼ぐ気まんま、森まっこり。俺ね、トラックはね、2トン1台、3.5トン1台。3.5 トンっていうのは、2トン車サイズの 3.5 トン。あとは、4トンのウィング。うん。その3台持ってて、1つ買って、全部稼働させてたから、そこそこ、稼いでましたよ。だから俺、ほら、カミオンとか、トラックボーイにも、トラックが写真載ってたし、うん。うん、もうもちろん4トンはウィングですよ。やっちゃばやってたからね。
うん。で、俺、菅原文太とイベントに出たから。その写真もカミオンには載ってますよ。まだ20代の頃の俺がね、ステージに立って。千葉の幕張でイベントがあったんだよ。爆走デコトラ伝説とかいうなんかゲームがあったろ。あれのイベントでうちの会がトラック出してくんねえかって言われて、俺のも飾ってたから、あのちゃん来てよって。はいよ。俺のもそこそこ飾ってたからね。飾りっつっても俺のは1000万はかかってないな、飾りは。700万ぐらいか。結構、うん。まあ、景気がまだ良かったんだよ。で、そろそろこの商売も、ちょっと、陰ってきたなって思ったから、うん。で、トラックごと、その下請けの業者も全部、受けのもう全部欲しいっていうやつがいたから売っ払ったの。3台トラックもういらねえと思って、である程度金ができたから、それで俺水商売始めたんだよ、飲み屋を。そういうこと。立ち帰れな。でも、運送屋やるよりは儲かったな。トラックを買う前は懲役に入ってました。はい。俺27になるときに出所だから。出所してすぐ、運送屋自分で始めて、27、28、29で3年間やったのかな。で、30から水商売の。ああ。そうそう。そんな感じです。で、懲役行く前が珍味屋やってたんで。うん。職的にはね。だから俺誰かに使われたことってほとんどないのよ。いや、珍味なんて、それはだから20代の、俺17ぐらいから始めたのかな。珍味売り。うん。
17の時は免許がないから、あの、おじさんに、おじさんっていうか、そこら辺の免許持ってるおじさんをドライバーにして、ハイエースで荷物積んでやって、俺が免許取ってからは、おっちゃんじゃなく、もう、俺が自分一人でやってたけどね。だから、17、18、19、20、21ぐらいまでかな、やってたのは。うん。俺、22でパクられて、確かそうだね、22でパクられたのかな。うん。ああ、違う。森マッコリ、俺はね、ああいうのじゃないの。あの、純粋にスナックに、つまみをおろしてたの。あと、麻雀屋さんとか。うん。うん。で、仕入れは上野のアメ横で仕入れて、って感じ。立川で免許取った。お、そう。立川の、あ、立川でっていうか、府中だ、最後、取るのは。新見より儲かってたの？儲かってたよ。うん。一斗金柿の種とか、うん。あと、麻雀用は喉飴とかな。うん。そうそう、府中、試験場。最後はそこに行かなきゃ取れねえじゃん。あとはよ、キスチョコとか、チーズとか、あ、乾き物の、あ、スルメ系は結構スナックには売れたな。うん。まあ、トラブルもあったけどな。歌舞伎町なんか行くとな。あんちゃん何売ってんだよって。やから来たなと思って。まあ、そこはうまいことトークでかわすけどね。俺のことだから。なんだよ、お前。あ、全部飛び込み。うん。オール。で、次、いついつまた来ますから。来たって買わねえよって最初は言われんだよ。でも行くの。しつこく。コツコツ。すいません。見本だけでも置いてきますんで。よかったらお願いします。うん。こいつは信用できるな。ちゃんと来るな。断っても、ちゃんと持ってくるな。あとは、そこのマネージャーが、ママじゃないんで、経営者じゃないんで、マネージャーがね、お前よって、伝票どうやって切るって始まるんだよ。これも定番だからね。だから、どうでも切れますよって。じゃあ、空電切れるのかって。はい。じゃあ、おめんとっから取るわ。なんで空電切れるのかって聞くが知ってる？払った手で、てめえが、そういうことだよ。うん。ボーイがポッポだよ。俺は関係ねえから。うん。な。